またね。はい。あ、よかったですよ。うん。1軒目終了です。さあ、それでは次は古河市ですね。福岡県古河市の方に向かいたいと思います。出発だ。よし、行くぞ。よっしゃー、積み込み終わり。今10時57分。よし、オッケー。いいね、いい調子で1便目の最後のお客さんのところで、視聴者さんと出会いました。こう自分が事務所に受領をこう持って行ってる時に、ん、ヤッシーさんじゃない、違うかなって言ってるのをちょっと耳にこう聞こえてきて、誰だろうと思ったら視聴者さんでした。はい、佐賀の運転手の方なのかな、同じ段ボールを運んでる方で、いやー、あ、どうもーって言ってたら、いつも見てます、応援してますよって言われて、もう本当ありがたい。で、その言葉を聞くだけで、本当やっててよかったなと思うんですよね。ただ、自分の仕事とライフスタイルみたいなのをこうずっと発信今してますけど、それを見て、ね、少なからず応援してくださる方たちがいらっしゃるんだなと思って、本当感謝ですよ。ありがたいです。またね、どっかでお会いすることがあると思いますけど、その時も優しくしてください。はい、よし。それでは、なら次の、現場の方、多分ね、昼には間に合うと思います。よっしゃー。それでは、出発します。あとね、ワイパー来ました。ワイパー来た。よかった。もう、水はけ悪くてね、大変だったんですよ。よし。それでは、出発したいと思います。